はい、もしもし。危なかった。よし、今のうちに。ん？何か書いてあるな。第六倉庫。ここは違うな。警備員か。見つかると面倒だな。そこのお前、何してる？おい、待て！おい、おとなしくしろ！二度と来んなよ。仕方ない、明日出直すか。ナナ、ここじゃないな。あった。ここが第八倉庫だ。
誰だ。待ちなさい、貴将。陣太治。陣太治。君が電話をしてきた若者だね。はい、葉月亮です。この手紙に緊急の場合には陳大臣に助けを求められよと。拝見してもよろしいかな。はい。間違いなく主の筆跡だ。しかし手紙が届くのが遅かったようだな。はい。その修玄達という人と親父とはどんな関係が。主と君の父上が中国からある鏡を持ち出したと聞いている。鏡。あの男が持ち去った。男が持ち去った。はい、親父を殺した蘭亭という男が。蘭亭。知ってるんですか。いや、詳しくは知らぬが、私有門という組織の幹部でそのような名の男がいると。恐ろしい剣法の使い手と聞いている。そういえば見たことのない剣法を使っていました。ならば間違いあるまい。どういうことです。教えてください。なぜ親父が。こんなガキに関わるのはやめてください。父さん。父さん。そうはいくまい。主が私に頼れと言った男の息子だ。でも奪われた鏡は一枚か。え？奪われたのは一枚かと聞いている。はい、竜の模様の石でできた。ならばもう一枚ある。確か鳳凰の鏡だ。鳳凰。中国の伝説の鳥、命を司る鳥の名だ。その鏡がうちに。鏡を探し出すのだ。話はそれからだ。わかりました。また来ます。これからは事前に電話で連絡したまえ。合言葉を忘れぬようにな。
いつもありがとう。あの、イネさん。はい、何ですか？いや、あの日のことだけど、何か思い出したことはないかな？いいえ、思い出したくもありません。今でも恐ろしくて。そう。あ、福原さんが探しておりました。え？福さんが？福さん、あ、あの、リオさん、俺、どうした、福さん。すんません、俺、イネさんに喋っちゃいました。何？リオさんが今、何をしてるのか、知ってること全部。なんだって？俺、黙ってるなんて、できません。イネさんだけ何も知らないなんて。福さん、本当すんません。いいんだ。それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか？鳳凰の鏡？親父が持っていたかもしれないんだ。いえ、先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。イネさん。福原さんのお声が大きいものですから。え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。さっきの話を？はい、私が悪うございました。あ、そんな。いいえ、リオさん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。イネさん、すまない、心配ばかりかけて。リオさん、実は一つ思い出したことがあるのですが、お役に立つかどうか。え？あの日の少し前のことです。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が何を？それが何であるかは、ただとても大事なものだと。骨董屋。
和樹くん。原崎。何か進展あった？ああ。親父、俺に何か残してくれたらしい。お父さんが？ああ。じゃあ、またな。ええ。美奈子さん。何？すいません。え？私はダメよ。ちょっと約束があるの。そうですか。ごめんください。お、よい音でしょう。蝶々夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。お宅、葉月先生のところの？ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ、ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。どこだっけな。あ、そうだ、大切なものだからここに。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から？葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。親父、私でお役に立つことがあれば何なりと。先生には随分とお世話をしていただきましたので。何か他にも預けていませんでしたか？他とは？宝鏡という鏡とか。鳳凰の鏡。心当たりはありませんな。そうですか。ありがとうございます。
まさかあんたたちも乱亭の仲間だったのか。だとしたら以上やっちゃお前のボディーガードとして失格になる。ボディーガード？親父に頼まれたのさ。何？そう怒るな。お前には生きていてもらわないと困るんでな。どういうことだ？お前はまだ自分の立場を分かっていない。法王卿が乱亭の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。早く鏡を見つけ出すんだ。奴らが気づくよりも先にな。乱亭様、ほうきょうくっくっくっさん、なんすか？骨董屋でこれを受け取った。刀の鐔ですね。ああ、親父の形見になってしまった。そうっすね。見覚えないかな？例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました？いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。骨董屋でこれを。その鐔は。稲さん、何か知ってるのか？雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。お探し物に何か関係があるのでは？旦那様が導いてくださっているように思えます。雪輪に二つ星に一つ剣。ありがとう。
別に変わったところもないか。届かないな。あ、これは。なぜこんなところに。よし、開いた。この刀は。なぜこんなところに。一体何の穴なんだ。よし、この形は。なぜこんなところに。よし。こんな仕掛けがあったのか。一体どこに通じてるんだ。文鎮かな。星座？それも中国のだ。これは何の葉だ？不思議だな。全然乾いていない。ろうそくを探すか。
何か手がかりになるものはないのか。鷹は飢えるとも頬をつまず、たとえ苦しくても不正はするなって親父がよく言ってたな。陰、徳、陽、法。善行を積む者はいつか報われる。か、親父が書いたものかな。湿ってはいないようだな。まだ使えそうだな。あとは火をつければ。白薬、そういえば親父から聞いたことがある。確か中国の武術家がよく使っている薬だ。親父はどこでこれを。ずいぶん古いな。親父が集めてたのか、それとももっと古くからあるのか。鎧同士、何か技の名前みたいだな。若い頃の親父か。隣にいるのは誰なんだ。何か入ってるな。服、なんかのお守りか。あまり見かけない形だな。もしかすると日本のものじゃないのか。特に変わったところはないか。他を探してみるか。
ハチリさん、なんかの薬みたいだな。だいぶ古くなってるけど、親父が使っていたのか。家紋が入っている杯。葉月家に由来のあるものなのか。綺麗だな。だけど、なんでこんなところに。ん？なんだろう、あれ。お札みたいだな。あのお札、何の意味があるんだ。他を探してみるか。綺麗だな。誰が使ってたんだろう。まだ使えそうだな。他を探してみるか。多少は明るくなったな。まだ使えそうだな。文鎮かな。他を探してみるか。文鎮かな。斧か。なんでこんなところに。電球をはめれば明かりがつくかも。派手な絵だな。日本じゃ見かけない図柄だし、親父はどこでこれを。派手な絵だな。日本じゃ見かけない図柄だし、親父はどこでこれを。中国語じゃ読めないな。
他を探してみるか。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。ほら、食べな。うまいぞ。全部食べていいんだぞ。また持ってきてやるから。Thank you.
この地下のどこかに。これであとはスイッチを入れれば。なんだろう、あれ。お札みたいだな。あのお札、何の意味があるんだ。見たことない武器だ。なんだ？棚を引きずった跡か。あそこの壁、微妙に色が違うな。この斧なら壁を壊せるかも。これは、葉月家の家紋。この箱は、あった。これが宝王鏡か。鏡が見つかったんですか、リョウさん。これが宝王鏡っすか。俺、なんか怖いっす。引き込まれるような気がする。
りょうさん、やめてくださいよ。これ、まさか呪いの鏡じゃ。俺は、そうは思わない。え？なんか感じるんだ。うまく言えないが。ほら、そういうのが一番危ないっす。もう、りょうさんの魂が。福さん、真面目に聞いてくれ。俺は大真面目っす。もういい。ちょっと、一人で考えさせてくれ。はい。この鏡を陳大臣のところへ。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。陳大臣をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。何の用だ？ああ、鏡が見つかった。親父に伝えておく。第八倉庫に来い。わかった。いつもすまないな、イネさん。
ああ、ちょっと。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞ、お通りください。これが法王経、まさしく幻の灯火緑石。蘭亭はなぜ竜経だけを？父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。2枚の鏡。かつて修験達が私に語ってくれた。竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、蚩尤が大地によみがえるという。蚩尤、この世のすべてを食らい尽くすという中国の伝説の怪物だ。蘭亭は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている。一体何を？それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん。気づかれぬよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。しまった。おのれ。2枚、蘭亭様喜ぶ。ひょう。そうか、葉月、そのボタンを押せ。しまった。覚えてろ。助かりました。マッドエンジェルスの手先でしょうか？マッドエンジェルス？俺たちと対立関係にある組織だ。薄汚い連中さ。あれは蚩尤門の息のかかったものだろう。蚩尤門だって？蚩尤門とマッドエンジェルスはつながっている。おそらく彼らが蘭亭を手引きしたのだろう。じゃあマッドエンジェルスを探れば蘭亭にも。いや、やつはもうここにはいないだろう。蘭亭はどこへ？おそらくすでに香港へ。香港。頼みがあります。頼み？何かな？行かせてください、香港へ。行ってどうする？蘭亭を見つけ出す。そして。やめろ。お前では蘭亭には勝てない。なんだと？やめなさい。俺は親父の敵を討ちたいんだ。ご立派なことだな。だがお前に勝ち目はないぞ。じゃあお前ならどうするんだ？もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか？お願いします、香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ、貴将。待ってください、陳大臣。命を粗末にするものではない。蚩尤門ですか。で、蘭亭は？香港に向かったらしい。香港？
コンは無理か。福さん、どこか安い旅行会社を知らないか。そりゃドブ板にはありますけど。ドブ板か。なんでですか。香港に行こうと思う。香港。ああ、蘭亭は香港に行ったようだ。そんな稲さんにはなんて。うん、説得する。一人じゃ無理っすよ、俺も一緒に。稲さん、ちょっと。はい、何でございましょう。突然だけど、俺、旅に出ようと思う。旅ですか？ああ。心の慰めに、と。ああ。行くあてはあるのですか？香港。香港？福さん、先生を殺した男がそこにいるらしいんです。稲さん、どうか亮さんに旅費を出してやってください。バカ。なんということですか、亮さん。ああ、いや、ダメです。そのような無謀な真似を葉月家の後継ぎに。そこをなんとか。稲さん。聞けません。稲さん、聞く耳を持ちません。あれ？福さん、あの、俺まずかったっすか？あんな言い方はないだろう。そうですね。自分で何とかするしかないか。大切に使わないとな。めぐみちゃんか。お兄ちゃん、ミミちゃんがいないの。そうか。めぐみがさっき来た時からずっといないの。
戻ってくるかな。よし、探してあげるよ。めぐみちゃんはここで待ってな。お願いね、お兄ちゃん。あの猫の鳴き声だ。下の方から聞こえるな。
こんなところにいたのか。あ、いた。原崎。ひょっとして葉月くんも探してたの？ああ。優しいのね、めぐみちゃんには。いたわよ、めぐみちゃん。あ、ほんとだ。ミリ、ミリちゃん、どこ行ってたの？心配するでしょ。よかったわね。うん、ありがとう、のぞみお姉ちゃん。うん、葉月くんが見つけてくれたのよ。お兄ちゃんもありがとうね。ああ、よかったな。じゃあ私、友達と約束があるから、またね。ああ。いらっしゃいませ。あの、ご旅行ですか？ええ、香港に。香港ですか。まあどうぞおかけください。学生さんですか？ええ。では学割が効きますので22万からになります。そんなに？もっと安いのは。片道だけでも。片道だけというのは扱っておりません。チケットだけでしたら19万8000円になりますが。そうですか。また来ます。では、こちらのパンフレットをお持ちいただいてご検討ください。お待ちしております。じゃあまた。またおいでください。家で福さんに相談してみるか。1回100円か。チケットを買うのが先だな。
香港ツアー結構高いっすね。ちょっと待ってください。リオさん。なんだよそれ。俺の貯金です。リオさんに使ってもらおうと思って。福さん、俺何かの役に立ちたくて、せめてこれくらい。遠慮はいりません。待ってください。いいのか。はい。結構あるはずなんですが、ひふによ、これと、39,634円。まだ足りないな。そうっすね。そうだ、花屋の相田さんっすよ。花屋の相田？花咲のとこか。そうっすよ。よく海外に行ってる人なら何か知ってるんじゃないっすか。そうか。よし、行ってくる。はい。原崎。葉月くん、何かしら。原崎ってカナダに行くときはいつも飛行機なのか。ええ、いつもそうだけど、どうかしたの。海外に安く行く方法を探してるんだ。葉月くんが行くの。ああ、予算は7万ぐらいなんだ。7万円か。で、行き先は。香港に行くつもりだ。香港、旅行よね。難しいんじゃないかしら。チケットだけでもいいんだ。だったら船便はどうかしら。船便か。おばあちゃんとカナダに行くときは船なの。そうなのか。ええ、飛行機嫌いだから。あ、これ内緒ね。ああ、船なら格安のチケットもあるんじゃないかしら。わかった、ありがとう。いらっしゃいませ。あの、聞きたいことが。はい、何でしょう。香港まで船便だとどのくらいですか。申し訳ございません、当社では船便は取り扱っておりません。じゃあ船便を扱ってる旅行会社を知りませんか。どうしても香港に行く必要があるんです。そうおっしゃいましても。お願いします、教えてください。仕方ありませんね。ここを出て右の方に行くとアジア旅行社というのがあります。あまりいい評判は聞かないところですが。ここを出て右、アジア旅行社ですね。行ってみます。ありがとうございました。
いらっしゃい。すいません。何よ。こちらで香港行きの船便を扱っていますか。船便あるけど。いくらですか。船便あった、これよ。これだ、一番早い便を。早い便だったら前金もらわないと手配できないわよ。わかりました。どうも。何？手続きしとくわよ。チケットは？3、4時間したら取りに来て。わかりました。じゃあ3、4時間後に。原崎。葉月くん、いつでも相談して。わかった。原崎。葉月くん、無茶しないでね。わかった。
いらっしゃい。葉月ですが、チケットを取りに来たんですけど。え？聞いていないな。香港行きのチケット代、もう払ったんだ。誰に？女の人に。女？知らねえな。なんだと？お前ら、グルなのか？変な言いがかりつけてんのはお前の方だろ。どこで覚えたんだ、そういうこと。おい兄ちゃん、あんまり調子こくんじゃねえぜ。いい加減にしろ。もう金は払ってあるんだ。わかりました。ご用意させていただきます。約束を破ったらどうなるか。はい、明日からご連絡を。りょうさん、福ちゃん、今日原崎さんが花を届けに来てましたよ。原崎が花を？ええ、頼みました？いや、花はどこに？仏間に生けてありますよ。そうか。そのお花、原崎さんが持ってきてくださったんですよ。原崎が？旦那様がお好きだった花を覚えててくださって。そう。お優しいお嬢さんですね。
はい、葉月武官です。え、アジア旅行者？はい、ちょっと待ってください。あ、もしもし。アジア旅行者のジミーです。チケットが手に入りました。それでお手数ですが、葉月さん直々に取りに。昼12時、ドブ板のゲームセンターへお願いします。リョウさん、何です？今の電話。チケットさ、香港行きの。そうっすか、出かけてくる。あ、は、はい。
ドキーカー香港船のチケットここね。でもお前香港行けない。乱帝の仲間か。俺様が乱帝様の恐れ多い。じゃあ俺何の用だ。お前修験達のこと知ってる。その情報を俺様によこす。乱帝様修験達をお嫌い、俺様褒美もらえる。お前乱帝のこと知ってるのか。何者なんだ乱帝ってのは。俺様より強けりゃ教えてやる。お楽しみ取っておく。今日は黙って休んでください。ありがとう、イネさん。ちょっと何すんのよ。
ましたか。なんだうるせえな。おい、どういうことだ。くそ、待て。よっ、うわ、おっと、何やってんだよ。すいません。おら、へいじゃあ、ごめん、おじさん。おい、待て。ちょっと、何すんのよ。あ、待て、危ねえぞ、こら。うわ、邪魔だ。やすいません、勘弁を。チケットをよこせ。うわ、ありません。ふざけるな。すいません。すいません。うちの店員が金を持ち逃げしてしまって。もう勘弁してください。これでも寮母子供がいるんです。そんなこと知るか。まだチケット受け取ってないんだ。あのフィリピン行きのチケットならここにあります。こんなものもらったって。夜逃げしようと用意してたんです。この通り、うちは不渡りを出して倒産。もうどことも取引できないんです。ふざけるな。 あの男は何者だ。よく知りません。でもマッドエンジェルスの仲間らしいです。マッドエンジェルス。そいつらどこにいる。言えません、奴らに殺される。いえ、港です。ボスは誰だ。知りません。でも奴らは港の労働者を仕切っています。港で働けば会えます。なぜだ。新入りには必ずご挨拶があるそうですから。港か。